どうもー、洋次郎でーす。はい。話すことがございません。バタかって感じなんですけど。本当に最近、なんか、その7、2時、動かないっすね。そう、なんか、情報があまり入ってこないなっていうこのご時世なんですけども、無理くり引っ張ってきました。はい。まあ、昨日と同じなんですよね。はい。サリーがですね、こちら、メンバー棟というね、こちらの、左端にある、ストーリーを更新されてて、こちらですね、一番最初仲良ければ、仲良ければいいほど喧嘩越しになる二人ってことでね、お前ってことでね、水飯と、まあ、言い合いになってるってことで、またお前食ってんのかみたいな感じの、会話ですね。はい。まあ、仲良しですね。次はね、こちら声が生まれる瞬間、ルーリーとサリーということでね、はい。で、見切れるレッタンってことで、まあ、レッタンね、ちっちゃくなっちゃったっていうね、ことで、はい。なんかね、このもう一つなんですけど、最後に。付き合って5年後の二人ってことでね、これ、珍しいですよ、ほんと。ヌリノさんっていつもなんか好きとか言われたら、嘘でしょみたいな、こんな機嫌な顔しますけど、こちらね、こちらのストーリーね、海野さんからねえ、みたいな感じで言ってますからね。いや、ほんとにね。で、このね、手前にデッタンがちょっとパンツ見えちゃったみたいな感じになってますけども、はい。ね、なんかルーリーがね、なんかすごく、なんか素直なルーリーというかね、やっぱりあれはキャラだったのか、みたいな感じに思うんですけども、そう。ね、素直なルーリー可愛いですね、っていう感じです。はい。1分、2分しか喋ってないです。そう。結局、素直なルーリーは可愛いなっていうのが、今日の感想でございます。はい。ね、ルリノさんは、ね、また、いつか、というか、来年かな？来年の、なんか頭とかそれぐらいになんか、ね、パッとまた出てきてくれたら嬉しいなって思いますし、あとはね、今日この後22時からナッチのね、ショールーム&マルチだったんですけども、ちょっと、お仕事の都合で、もしかしたら延期になっちゃうかも、みたいな感じなんで、まだわかりませんが、とりあえずね、まあ、お仕事優先でね、そんな、なんか無理して、やることもないかなと思うので、はい。まだ余裕のある時にと思いますけども、でもね、一回一回これから大事になってきますよね。っていう感じでね。まあ、本音を言えば、ちょっとね、やってほしいなって思いますし、ね。コメントではね、お仕事優先で、みたいなことを送ったんですよ。その通りなんですけども、やっぱり、やってほしいなと、思いますね。はい、という感じで今日の動画締めたいと思います。それではね、チャンネル登録だって高評価、バッドボタンでもいいので何かしたボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとはね、コメントもよろしくお願いいたします。